バニラソフトじゃない、チャオ、あっちゃんです、ね、JR 三輪駅の前のカフェ三輪さんでバニラじゃないバラエンドラズベリーアイスいただいて、ちょっとねまた歩きに行きたいと思います。JR 三輪駅から、出て左三輪神社の逆側に歩いていきましょう。結構お客さんおってね、すごいジロジロ見られたもう最近平気になってきたわ、ね、こっちの方がね、めったに来ません。あっちゃん多分生まれて初めてやるもん、こっち来る、この辻から1本目、もう行きましょうか。もうちょっと行きましょうか。路地裏を歩くの楽しいじゃあ結構こういう旅好きです。はい、ということでね、ここを歩いて、歩いたぞ今日結構、三輪の山に登る自信がついてきた。米屋さん、昔ながらの米屋さん。あ、ぬかの匂いがすごいですな。いいね、タバコ屋さんとか。なんか昭和レトロな街並み。昭和っていうか大正ロマン言い過ぎ、はい、いいね。タバコの自販機珍しいな。あんな古いのね。これジュースの自販機やかちゃん。ここね、ここ踏切の方ね、いい景色ね。これジュースの自販機やね。タスポ読み取る。あ、じゃあタバコの自販機。そこ K タバコ屋さん稲中、看板娘のおばあちゃん娘わからへんけど、座ってたらいい雰囲気やったかも。ここは何屋さんでしょうか。雑貨屋さんかな。トイレットペーパーとか醤油とかワインとか並んでる。もういろんなものが売ってるね。はい、いいね。食料品店。あっちゃん映ってる。Google かみたいな。綺麗な中だから時計屋さん、昔ながらの時計屋さんやね。雰囲気いいね、なんかね、いいですね。ここからね、三輪さん三輪廟寺、あとこっちから帰ろうか。恵比寿神社行きましょう。恵比寿神社です。どこからがいいのが正式なのでしょうか。ここからかな。いいね。口をすすぐ勇気がない。よいしょ。三輪の初一度があって、またどうやろうね。指に行こうか。金が狛犬さん巻いて、恵比寿さん、恵比寿神社です。恵比寿ね、商売繁盛の神様なんで、商売ではないねんけどもね、金運が上がることはいいことになる。お会いしましょう。
です。神社にお参りして帰りたいと思います。ちょっとね、平神社、日本で最初に開けた開拓ツバイチゆかりの流れをくむ恵比寿神社の境内に祀られている、いわゆる恵比寿大国の大国として当職蓄財のことを、参りましょう。最近今なくなっちゃった。奥様の、ね、お参りしました。このね、神社をこう巡るってすごくいいね、気持ちがね。JR 三輪の西に位置し、旧指定の山からもう見るの面倒くさくなるので、みんな勝手に読んでください。この時期に、初市の時に三輪そうめんの値段が決められんねんて。日本書紀に書いた、日本書紀に書いたんです。すごいね。はい、ということです。はい。またググってみてください。神社に許可なくつかないでくださいって書いてある。はい、ということで帰りましょう。どっちへ行けばいいのかわからん。確かこっちから来て向こう行くと三輪さんの参道に出るよって書いてあるから、これ多分ね、あの旧道の道に通えてるから、三輪郵便局、この裏からでも多分帰れると思うんだけど、三輪さんに行けるっていうとこ通ると、井上薬局、昔ながらの薬局でもいいね、雰囲気。ここ見にもまた今度行きたいと思います。はい、なんかすっごい昭和レトロというか、タイムスリップしたみたいな街にね紛れ込んだ感じがしていいよ。あっちゃんは好きだよこういうの。はい、いかがですか、あっちゃんの庭、街中散策。こっちもなんか雰囲気いいけどね。でもこっちへ戻りましょう。ここがね、これです。庭さんに行く道、徒歩5分で庭さんに行けますってことなんで、ここを通っていきましょう。ほんまこんとこ通らへんからさ、楽しいよ。何でもありなっちゃうんでございますが、はい、もうね、最近恥じらいというものをなくしちゃったかもわからへんあっちゃんです。いや、恥ずかしい、恥じらいだらけよ。はい、街灯といい、いい雰囲気です。はい、このね、猫がいている散髪屋さんとか、ここに公園ある、雰囲気のいい公園です。このね、いろいろとね、ちょっとこう取りこぼしをしとこう、また次来るとき面白いもんね。うん、学校指定の制服屋さん、昔ながらの洋服屋さんよね。いいね、商売が成り立ってんのかどうかがわからないとこがすごいな。ヒロウスとか大きいやつだよ。商売が成り立ってんのかどうかわからない、不思議な雰囲気がすごいいいね。ここは多分いつも車で通ると思う。あ、さっき見たとこや、さっきこっちからね、こっちから
駅の方へ行ったけども、ここをまっすぐ抜けていきましょう。ここもね、三輪そうめん屋さん、握り、お寿司屋さんや、牛麺セット900円、リーズナブルです。こういうね、観光地でこの間はね、リーズナブルで、そうめん、そうめん屋さんやっぱね、やっぱりさすが奈良やね。手荷物預かります、300円ってすごい商売してんな。これなんか、これなんや、なんか鳥がくくられてる。こうやってあるし、庭そうめん、そうめん屋さんやね。屋根になんかね、鳥が乗ってる、紐でくくられてる。不思議な光景を見かけます。八百屋さん、昔ながらの八百屋さんって感じ、いいね。この村もなんか熊もなか屋さんや。もなかしか売ってない、さすがやな。すごい雰囲気だ。洋服屋さんや。昔の商店街というか、昭和の名残を残した町やね。これちょっと新しい屋根屋さんか。寝具店閉まってんね。本日は休み。いつも開いてんねや。お新鮮野菜100円があるけど、売り切れてます。青森さん、黒ニンニクあるよって。木曜日休みなんや、この辺。占い屋さん。気軽にお入りくださいって書いてある。雑貨事故。ほぼ休みだね。木曜日は休みね。ここはね、柿。梅の花いちご、最高に甘いよって書いてある。ここに出てきました。さっきのあそこのとこ。クレープ屋さんのとこ。クレープ屋さんのとこに出てきた。クレープと焼き芋の自販機のとこね。に出てきたんで、帰りましょう。ここもね、なんかいろいろお野菜とかいちごとか売ってるもんね。お供え用のお酒、卵ありますって書いてある。柿衣装屋さん、あ、京八さんや、柿の外しとか。ここにも占い屋さんある。多分さっきの恵比寿さんから出たらここに出てくるんやな。五円地蔵癒されますって書いてあるね。これはさっきのね、恵比寿さんのところに行くと思うんで、はい、これまた取りこぼしておきましょう。次回来る時にでもね、来れるように。三輪さんの何やったっけ、上も下もっていうところね、お参りして三輪さんを後にしたいと思います。いかがでしたでしょうか、あっちゃんの三輪かゆわい散歩動画。何本かに分かれたと思うんだけどもね、こんな感じにね、結構昭和レトロな街並みを紹介できたかなと思いました。はい、あっちゃんこういう雰囲気好きです。ここはお正月ね、このところにお店が並ぶところです。はい、プーちゃんが見えてきた。めっちゃ歩いたぞ今日。どんぐりがいっぱい売ってる。なんかいい雰囲気、ほらどんぐりが落ちてます。子供の頃ね、こうやってどんぐり拾ったりとかよしたもんね。ということでね、懐かしいな、子供の頃を思い出す。小さくてもね、こんな感じに可愛いスカート履いてさ、
瀬山かけまえぐってさ、やりたかったんやけど強制されて男の子に、今やからね女の子に戻ります、戻りますっていうか女性じゃなくね女の子として生きます。だから子供の頃にねやれへんかったことを取り戻して、昭和の街を散策しながら女の子の感覚でスイーツ食べたりとかしていきたいと思ってんねんね。だからあっちゃんねるはそんなあっちゃんでいさせてください。はい、ということで、なんのこっちゃらサメみたいな顔をしたね精悍な顔のくーちゃんに戻ってきました。はい、ということでちょっと疲れたな。はい、今日のあっちゃんの、三輪あたりの街中散策お散歩動画いかがでしたでしょうか。でよかったよって思ってくれたら高評価を、でまたねこんなとこ面白い街あるよってなと教えてください。行きたいな。はい、で、まあ、全国行きたいんだけどなかなかね遠いところは行かれへんかもわからんけど、いつか行けるように頑張っていきたいと思います。でこんなチャンネルまた見てくれるっていう人はチャンネル登録してみてくれたら嬉しいんでよろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。また違う街行きます。